Activating combat mode. 잡았습니다. Conflict resolved. クラクラする。ジェネシスが姿を消す直前だった。怪我は軽いはずだった。だが、なぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は？ 腕の傷から魔法が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか？まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか？ GK モンスターが入ってる。ここでコピーを作ってるのか。これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部だ。プロジェクト G 劣化現象古代種。興味深い。お前も見ておけ。 これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部だ。プロジェクト G 劣化現象古代種。興味深い。 ホランダーが発案した実験だ。 生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。
少し落ち着け。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジーユの劣化は誰が止めるんだ。ジェネシス。ホランダを渡さない。ザックス、追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか。相変わらずだな。三人の友は戦場へ。一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ。あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。逃がすかよ。アンジールの居場所を教えろ。
絡んだこっちに行ったような。その件
ち。コンセプトリゾルト。あんた、自分がやってること分かってるのか。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール。俺はモンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。アンジール、天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。戦え。